7番パー4、340ヤードです。ここもまあ実質打ち下ろしで、なんで300ヤードぐらいしかないと思うんで、多分うまくいけば乗ると思いますんで、このまあでも結構 OB 近いんですよね。でどっちしようかな、フェアウェイはこっちですね。この枝からドローで狙っていきたいと思います。60度でいきます。全部いった。はい。悪かったです。さあ。8番ホール、パー3です。104ヤードの打ち上げですね。ピンはここにあります。96ヤードの打ち上げなんで、56で打ってきたと思います。すごい広いです。はい、でもまさかのグリーンを外すっていうね、100ヤードいないから情けないですね。56で行ってきます。もったいな、マジか。最終ホールです。9番396ヤード打ち上げの、打ち上げていくパー4です。こんな感じです。打ち上げです。もうしんどい、本当に。僕のボールがカート道路の右にありました。でピンはこっちです。78ヤード打ち上げ、60度で打ちます。いや、2打目が結構いいところについたので、最後は決めたいです、これは。
疲れ様です。ということで今回は62点アンダーということで、そうですね、今度はああいうコースで回る機会があったら次は50台を出してみたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。高評価、また動画が見たいなと思ったら、ぜひチャンネル登録お願いします。コメントもお願いします。 Twitter のフォローお願いします。